ごいな。こんにちは。あ、こんにちは。すごい。あ、びっくりした。ありがとうございます。行ってきます。いらっしゃいませ。はい、今日は小倉にある一日タップさんへやってまいりました。実はこの小倉で九段寺が行くっていう番組させていただいた時にここでお世話になったんです。その時に飲んだビールが忘れられない、はい、門司港ビール、もうナンバーワン取ってますから最高のビールです。3種類あって、まあ、どれも味わいが違うんですけども、これが忘れられなかった、あれから何年経ったろうかっていう感じですけども、やっぱりあのビール飲みたい以上に人に味わっていただきたい。幸いフレルナインっていう自分のブランドがある。ここでフレルナインとビールを合体させて売れないかってことをちょっとお願いしたら、ぜひやってくれるっていうことで、こちらです。この3種類、はい、どうですか。まさにフレルナインでしょ。フレルナイン、ナイン、ナインって何ですか。九州の九です。九段寺の九と九州の九、九つながり、完璧なシチュエーションでございます。できました。これ、いつ発売になるのかな、ちょっとまだこれから打ち合わせなんですが、はい、もう味はもう実は決まってます。完璧な3種類できております。はい、いやー、これがね、懐かしいでしょ。懐かしいでしょ。九段寺がよくご覧いただいた方は懐かしいでしょ。ここでベロベロになったわけですよ、うますぎて。ペールエール、歴史のある華やかなビールでございます。まさに歌舞伎色。いただきます。ああ、うまいね。ありがとうございます。うまいね。何、フルーティー、春の味するよ。何なのね、はい、フルーティーですけど、すごく桜っぽいね。嘘、桜っぽいよね。桜っぽいです。まあ、こういう時期に暖かくなってくる時期にはすごくいい飲み口かもしれないですね。そうですね。ホップの香りもすごいですし。いやー、嬉しい。これぜひね、皆様リリースします。もうしばらく待ってください。そして3種類味わってください。ぜひこれ飲まなきゃ損です。あー、うまい。ついにリリースいたします。一日タップさんとフレルナイン、九段寺ブランドとのコラボ完成しました。見てください。面白いんですよ、こういう華やかだよね、お店が。なんかやっぱお酒って楽しいとこじゃないといけないじゃない。こんな絵見ながらね、こうじっくり見ないかもしれないけど、でもこう目に入ってくるからね、楽しい絵が。これですよ。ここはね、この地ビール、生ビール、これだけ揃ってる。すごくないですか。ここから生のビールをガー出す飲み放題です。まさに九段寺に嬉しいお店です。いや、やっとくね。そんなことで、こんなご縁があって、一日タップさんと私九段寺にご縁があって、フレルナイン一日タップのコラボビールが完成しましたので、ぜひ買ってください。じゃあね。Thank you.
どこでもいいから入ってほしい、うん、難しいでしょ、意外と。いや、難しいです。あ、入った。就職だね。就職入りましたね。就職、いや、これ安泰ですよ。大丈夫。もしくは新しい就職先に移るっていう可能性ダメでしょご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント何卒お願いいたします。